とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー攻略初見ですね。やってます。21階から30階までやっていきましょう。報酬は、まあ、いいかな。うん。今回、本当アーティファクトが、すごいいいやつが出るので、もうほぼ完成してるんだよね、下が。なので、いいか。うん。なんか、近接のいいやつが、近いうちに出てきてくれればいいかな。弓もね、ハーツクロスボウになって、もうすでにいい感じなのよ。いい感じ。だから、あと武器で何かあればいいかな。あ、何してんの？あ、危ない！あぶねえ！あぶねえ！何やってんだ？ちょっとなんか寝起きみたいな感じになってた。完全寝起きだ。あぶねえ！なんかわけわからんことしてたね。あぶねえ！タワーでこう気を抜いちゃダメだってば。オッケー、ポカーン開いてた。びっくりした。21回ちょっと、注意しないとね、下手に弓打つと反射されて、やられますね。おー、森の矢筒欲しいな。ハープがあるなら欲しいんだよね。いや、今回ほんとアーティファクトが、もう超恵まれてる。どうする？キノコは絶対欲しいし、もうドラだな。これでいきます。うん、どっちかなのよね。オッケー、いけ。問題なくクリアはできるちゃ思うけどね。どれをが最適解なのかが悩むところ、本当に。うん、ボス次第かな。ボスがどんなやつ出てくるかによって、合う合わないがあるしね。なんだろう今回のボス、超気になる。あっ、よっしゃ。でも、うん、森のやつでいい。うん、後悔はしてない。敵多いな。まだいるの？こっちか。あー、これで終わり。マグマキューブでおしまい。クリアでーす。敵が多いな。防具がそろそろ欲しいけども、クールダウンがついてないのよね。あと軽減がついてない。なのでいりません。特につけなくてもいいしね。あー、おい、でも黄金だからな。使うんだよね。黄金はね、エンチャポイント余計持っていかれるんで、それより前につけとけばよかったな。まあいいか。おー、ちょっと待って。敵の攻撃力が結構、低くなってるかも。うん、あ、弓はそうでもない。弓はそうでもないけど、近接の敵の攻撃力が意外とエグかったな。あ、ナイス。いいよ。いいね。また弓が、矢が出てきてくれた。ありがたい。よし。もう多分やられることはない。うん、こんだけ矢があれば変なことしない限りやられることはないでしょう。あー、でここで、あー、いや来るのが遅い。もうちょっと前でこのエンチャントがあればよかったけども、いやー、厳しい。いや、強いとは思うよ、強いとは思う。そろそろ変えてもいいんだよな。怒りで行こうか。
ね、いつもとはちょっと違う感じでさ、キノコもあるし、うん、怒りでいっちゃいましょう。虚無でしょ。で、こっちは吸血を1入れて、そうね、爆発かガーストだろうな。爆発いきます。オッケー。でここね、あもったいない、もったいないよ。よし、もう爆発怒りでもうガシガシいきます。オッケー。危ない危ない、もうめんどくさいやつ。じゃちょっと待って、これ失敗したかもな。うん、よし、ああ落ちちゃった。この落下ダメージがね、やたら効く時があるから注意しないといけないよね。にゃにゃにゃ、あぶれ、やばい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 、やべえやべえ、ここやばいな。ちょっと回復しよう、一回回復しよう。あぶねえあぶねえ、あれ落ちやすい、落ちやすい、ここちょっと待て、すっごい動きにくい。よし、ちょっと待って、結局ハープで攻撃してんじゃん。結局ハープかい。いやーきつい、これちょっと失敗した、武器選びに失敗したかも。いやーちょっと使いにくいごめんごめん、使いにくい。かといってこれじゃあなー行きましょう。あ、あ、いや、ショートカットできないよね、できないよね。いやー、まあまあまあ、行きましょう、行きましょう、これでね。やっちゃおうよ。いやー、これ、パワーポーションが欲しい。よし、OK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 。相性はいいね、相性はすごい。うん、かけかして攻撃とか、オッケー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 。うん、パワーポーション取ればねいけんだわ。よっしゃ、ちょっと待て、延長するなよ。おい危ないぞー。よし、オッケー、倒した、終わった。いやまだやな。よし結構あのキノコが切れた時がピンチになる。よし、いきまーす、次。あーあねカバンもありかなと思うんだけどね。そろそろね、防具の耐久力がやばくなってきた。武器変えます武器変える。ちょっと怒り失敗だった。鋭利で攻撃力上げて、んー、ダイナモは使わないかな。輝き入れとこね、せっかくのキノコだ。ここ初めてかな、あんまり見たことない気がする。いいね、これよね、やっぱねパワーはこれだわ。めちゃくちゃ攻撃力あるじゃん。うんうんうん、パワーはやっぱあの手数が多い方が使いやすい気がする。よしよしよし、なんかいつもね羽と一緒に使うから、なんかすごい違和感があった。
めちゃくちゃ効く死ぬほど効くぞ。さすがの攻撃力だね。よし、あぶなー。よし、終わったー。いやー、防具の耐久がもう厳しいぞ。こっちマルチショットか。ああ、マルチショットと、長弾か。長弾と追い打ちがついてる。めちゃくちゃ強いな。変える？こっち使っても良さそうな気がするね。うん。いや、変えたがいいわ。こっちの方が断然強い。で、これかい。マルチショットは絶対いる。長弾も 60% だな。で、追い打ちを入れとけ。防具の耐久力が欲しい。ちょっと、あ、やばい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 。あぶね。おーい。危ないよー。よし。オッケー。オッケーオッケーオッケー、いいよ。いけてる。うん。ナイス。なるほどね。結構敵がエグく出てきますな。戦う場所が悪いです。ここなかなか戦いにくい場所。 OK。 おー、でお前が出てくるんかい。終わり。よし、27回なんかちょっと訳がわからない感じでしたね。ああ、バーストボーストリング。いや、いやいやいや、いらない。うん、このまんま行こうか。寝腐れもな。いや、変えとく？いや、いいか。やっぱ耐久力があった方がいいわ。うん。HP は確かに高いんだけど。と軽減まで欲しい。まあ、次もうボスなんで、次でなんとか、取るようにしないとな。防具が出なかったらちょっとやばいね。あ、でも商人か。最悪商人で、パワーを上げましょう。やば。はい、 OK。だけでいけるわ。大丈夫。あ、パワーのね、このシュルカーは修正されたんだよね。前、あの、生きから帰らない時があったんです、シュルカーが。それが変わったっていう感じだったな。 OK じゃないとね、ダメだよ。28回問題ないです。シュルカーとエンターテイナーか。よくねえなあ、エンちゃんとも。まあ、エンターテイナーが、一応キノコがちょっとは長くなるので、行きますか。うん。耐久力はちょっとね、まあまあ HP 高くなっただけ、マシだけども。乱射でしょ！うん、乱射でガシガシいきます。で、奥回復するかな。いいか、臆病入れて行こう。うん、さあ入れとけ。で、サプライズギフトだ。うん、で瞬速いきます。ボス誰だ。あー、よくなかったなー。あ、でもまあまあまあいいか。おい、あぶね。なるほどね。あ、でもうん、全然余裕だわ。余裕余裕。よし、オッケー。次、
危ない、これ変なところで出てくるからね、それだけ。ああ半分以上減るか。なるほど、オッケー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 、分かった。まさかだったね。よし、オッケー。注意しろ注意しろ注意しろ。はい、もうやられてしまった。はい、ということで21回から30回まで行きました。最後1回やられたけどね、クリアできましたね。でも今回意外と周回しやすいかもしんないですね。多分30分ちょっとでクリアできそうな感じです。はい。では、報酬見て終わりたいと思います。頼む!なんか来て。あ、ダメだな。ダメだな。衝撃さん。いや、いりませんね。はい。ということで、1回から、30回まで3回に分けて動画を出してます。そちらもチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。